岸優太、長瀬廉高橋山と共演になんで、脱退したんだファンの嘆き殺到。平野志仕神宮寺優太も登場し5人目司会も買い、アーモ。5人の金プリ長はちやわちゃに感動と混談の声。音楽業界において、アーティストの動向はファンたちにとって魅力的な話題となります。特に人気グループのメンバーが予期せぬ形で再会する場面は、 ファンの間で大きな話題となることでしょう。この度、キングプリンスへのメンバーである長瀬角、高橋山、そして岸優太が、長瀬がパーソナリティを務めるラジオ番組、キングプリンス長瀬角のレイディー・オー・ゴーデンにサプライズ登場し、ファンたちを驚かせました。この出来事によって起こった感動と混乱の声について、詳しくご紹介しましょう。再会の舞台。 この驚きの再会は、キングプリンスへの長瀬角がパーソナリティを務めるラジオ番組、キングプリンス長瀬角のレイディー・オー・ゴーデンにおいて行われました。長瀬と高橋はトークを交わす中で、突然長瀬がトイレに行きたいと言い出し、高橋がトークをつなぐ中で、えツと声を上げる場面がありました。 そして、岸優太がサプライズ登場し、驚きと感動の声がスタジオに広がりました。岸優太のサプライズ登場。岸優太ーは、2023年5月にキングプリンスを脱退したメンバーです。彼が突如として登場し、長瀬と高橋を驚かせました。番組では、長瀬がサプライズでもう一人ゲストを呼んでしまいました。岸優太ーくんです。 と呼び込み騎士もどうなってるの聞いてる話と違うんですけど、と状況に戸惑いながらも、3人でのトークが始まりました。再会の感動とメンバーの絆。この再会によって、ファンたちの間で感動の声が広がりました。長瀬、高橋、騎士のトークからは、彼らの中の良さや絆が感じられました。 過去には他のメンバーである平野耀と神宮寺優太も含めて5人で食事会や飲み会を楽しんだエピソードが明かされメンバー同士の絆が改めて浮き彫りになりました。ファンの声。ファンからはこの再会に対する感動や困惑の声が上がりました。長瀬がブログで騎士太との再会をにおわせる文章を投稿していたことに対しても ファンたちは鋭い観察眼を発揮しており、その匂わせが成功だったことをコメントしています。キングプリンスへのメンバーたちの再会によって、ファンたちは感動と混乱の入り混じった気持ちを抱えました。5人での活動ができなくなった現実と向き合いつつも、彼らの絆と友情が再び輝いた瞬間でもありました。今後も流瀬角、高橋山。 シユータのトークに期待が高まるばかりです。結論。キングプリンスへのメンバーである長瀬角、高橋山、シユータの意外な再会がラジオ番組で実現しました。この出来事によってファンたちは感動と混乱の声を上げ、メンバーたちの絆と友情に再び心を打たれました。今後の彼らのトークに期待が高まる一方、 なぜグループが分裂したのかという疑問も再現しています。音楽業界の裏側にはアーティストたちの喜怒哀楽が詰まっており、ファンたちにとっては永遠の魅力の源となっています。永遠